はい、お世話になります。小栗健一です。本日はこちら、ミステリーランチの 3day アサルトというバックパックを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こちら正式名称 3day アサルト CL。CL はクラシックっていう意味なんですけど、まあ、アサルトってさ、まあ、突撃とかそういう感じの意味。米軍特殊部隊のみならず諸外国の特殊部隊や法務執行機関による採用実績のある 3day アサルトを受け継ぐバーサタイルデイパック。バーサタイルデイパックって何？いやもう、これ見てこれ、デザインがすごいかっこいいでしょ？もう本当にかっこいいんですよ。もうとりあえずかっこいい。で、まず一番何が目を引くかって、ここのね、この Y 字の黒のラインだと思うんですけど、これ何かっていうと、ジッパーなんですよね。だからね、まず左右にこう開きます。こうね。で、上がパカッと開くんですよ。で、さらに、この真ん中のライン、ここもジッパーになってて、ここもね、開くんですよ。こう。で、パカッと開く。で、ものすごい広く開く仕様になってるんですよね。これ僕が前から使ってたアイテムで、ドリフターっていうブランドのバッグなんですけど、普通だったらさ、ジッパーって、まあ、こうじゃないですか。こういう風に開くのが、まあ、多い仕様、デザインだと思うんですけれども、このミステリーランチの創業者である、デイナ・グリーソンさんっていう方が、まあ、スキーの板をこう、両サイドにくっつけて、活動してる時にさ、このバッグを開けたいと思った時に、それが邪魔になって嫌だったから、真ん中にジッパーつけちゃおうと。まあ、こういう風に開く仕様にしちゃおうっていうことで思いついたのが、この3ジップアクセスっていう仕様なんだそうです。これを思いついたのって、本当にすごいと思う。まあ、こういう感じになってるんだけど、この上を開くとこういう風になってるんですよ。ここセンターのジッパーが上にちょっとはみ出してるんだよね。この仕様もう本当にこれを思いつくのってすごいと思う。発明と言っていい仕様だと思います。で、ちなみにさっき出てきたデイナ・グリーソンさんっていう方は、もともとデイナ・デザインっていうブランドをやってた人で、1985年にデイナ・デザインをスタートさせて、10年間にわたりバックパックとか、まあ、そういうキャンプ用品をね、作るブランドを運営してたそうです。その後売却して2000年からミステリーランチをスタートしたということなんですね。ということで、ミステリーランチはもう20何年やってるブランドっていうことなんですよね。このデイナ・グリーソンさんっていう方はね、ほんとバックパック界ではすごく有名なレジェンド的な人なんだそうですよ。でも確かにこのアイデアはね、本当にすごいと思う。もうまさに機能性とデザイン性の両立で、機能性とデザイン性っていう意味では、この周りにさ、なんかこういうテープがいっぱいついてる、こういうのね、こういうの、お尻にもついてるんですよ、これね。これは何かっていうと、サバゲーとか、あとミリタリーとか詳しい人はね、好きだと思うんですけれども、モールシステムっていう仕様になってます。で、モールシステムっていうのは、モジュールライトウェイトロードキャリングエクイプメントの略で、通称モールというわけで、1997年以降アメリカ軍が採用している個人装備システムなんですよね。で、これ何かっていうと、このテープにポーチとか、例えばロープとか、そういうものを取り付けて、自分が使い勝手がいいように拡張することができるのがこのテープなんですよね。で、お気に入りなのはさ、これね、ファスナーの端にこのテープがついててさ、テープを持ってこう開け閉めしやすくなってるんですよ。すごい考えられてますね、この辺とか。手が込んでる。もうちょっとしたことなんだけど、すごい考えられてると思います。で、機能面で言うと、バッグの中身気になると思うんですけど、まあ、こうやって開けてきますね。はい、中にすごいポケットがいっぱいついてるんですよ。ここがメインだと思うんだけど、メインがあり、で、さらに、この両脇にさ、このメッシュのポケットがついてます。ここね。こっちにもメッシュのポケット。で、このメッシュのポケットの裏側は貫通になってるんだけど、まあ、ここになんか刺そうと思って刺せるよね。うん。で、その脇、この入り口の裏にポケットがついてますね。まあ、ここは例えばこういうボトル的なもんとかね、入れたりできますね。まあ、両脇についてる。で、このだから背中の裏側ね、ここにウレタンかなんかで守られて、ちょっと柔らかい感じになってるポケットがね、ついてます。これはね、サイズ的には、まあ、これぐらいの
本だったら、まあ、こんな感じで入れておくことができますね。で、さらに、まあ、背中ここですね。ここにパソコンが入るポケットになっています。まあ、背中のすぐ後ろだからさ、一番守られるところになるんじゃないかな。メインのところになんか入れて、まあ、背中で背負うのね、ここが一番安全だから、そういう精密機械的なものを入れるのはここがいいんじゃないかなと思いますね。で、メインの容量がここにあると。で、さらに、ここね、蓋って言ったらいいかな。蓋にも、二つポケットがついてて、まあ、一つはこう、ここね、ちょっとしたもの、スマホとか財布とかいいぐらいのサイズ。で、もう一個はここ、なんかメッシュになってますね。もうちょっと大きいものが入るかなって感じ。で、さらにその奥にジッパーがついてて、これはクイックアクセス。すぐにバッグの中に手が突っ込めるようになってます。ジッパーが両開きになってるんですよね。まあ、この辺もすごい考えられてるなと思います。使い勝手も本当によくってね、すごい考えられてますね。で、さらに言うと、この両脇にもさ、ペットボトルとか入るようなポケットが2つついてます。で、中がね、抜けないように、ここがゴムの仕様になってるとかね。しかもここ、ベンチレーションになってるからね、ここ。だから中がちょっと濡れてても大丈夫だよ、みたいなことだと思うんですけれども。まあ、芸が細かいです、本当に。すごい、これ本当にすごい手間がかかって作ってるもんだと思いますね。で、ここにね、タグがついてるんですよ。でね、ミステリーランチ。で、メイドイン USA。スタートデート。この2022年7月かな ?7 月18日かな、うん、に作ったっていうことなのかな、まあ、品番とかね。ビルトバイファーストなんちゃらなんで、まあ、LINE かな、この人がっていうより、そこの LINE で作りましたよ、みたいな感じだと思います。っていうことで、まあ、品質管理的な意味合いでね、こういったタグがついてて、まあ、手書きでこういうことを書いてるっていう感じになってます。まあ、そんだけさ、物作りに責任を持ってやってるっていうことだと思うんだけど、まあ、確かにね、縫製とかめちゃくちゃ綺麗なんですよ。すごい綺麗。で、Y 字の3ジップシステム、これものすごい縫いづらいらしくって、アジアのどっかにも、まあ、工場あるらしいんだけど、このミステリーランチのクオリティが実現できる工場さんを見つけるのがすごい大変だったってね、どっかの記事でなんか読みましたね。だから、ものすごくね、アイテムの品質にはこだわりを持ってるブランドさんなんだと思います。で、ちなみにこれ容量は30リットル入るそうです。30リットルってことは、2リットルのペットボトルが15本入る。3 day アサルトっていう名前が示す通り、まあ、3日ぐらいは遠征ができますよっていう容量はあるみたいです。でもまあ確かに結構中は入るからさ、まあ、ちょっとした旅行に持ってくには全然十分だし、まあ、街でね、おしゃれとして使う分には全然問題ないと思います。で、3 day アサルトとか、まあ、ミステリーランチのアイテムで、特に見逃すことができないシステムとしてさ、ヒューチュラヨークシステムっていうのがあるんですよ。で、そのヒューチュラヨークシステムって何なのかっていうと、人ってそれぞれ体型が違うじゃないですか。だからバッグってさ、まあ、人それぞれ合うものが違うはずなんですよね。でも、なんとかその人の体型に合うようにしたいということで考えられたシステムで、このショウカッ、なんていうのこれ、ここなんていうの、ベルトじゃねえ、何これ、これなんていうんだろう、まあいいか。このショウ部分を体型に合わせて動かすことができるのがヒューチュラヨークシステムなんですよ。実際ちょっとやってみますね。はい。まずね、この部分、ここにさ、サイズが書いてるタブがあるんですけど、ここに指を引っ掛けて引っ張ります。そしたらベルクロがベリベリって剥がれるんだよね。そしたら中に黒いさ、なんか板が入ってるんですよ。で、これを、これ引っ張り出しますね。引っ張り出すとこんな感じ。これが背中に入ってます。こういう板がね、背中に入ってます。で、これをここに突っ込むんですよ。で、なんで突っ込むかっていうと、この背面とバックパック本体がすごい強いベルクロでくっついてるんですよ。で、これをさ、こんな感じで差し込むんだよ。そしたらベルクロとバックパックが離れるんだよ。こういう感じ。そしたらこの背面がさ、飛び出してくる、こうやってこれで、ショウ部分の位置をね、上下に動かすことができるっていうのが、ヒューチュラヨークシステムです。で、今回僕は、このアイテムね、メンズの S、M を選んだんだけど、バックパック自体は S とか M とか関係ないらしいんですよ。この、
小部分のサイズで S とか M とかが決まってるらしいんですよね。で、買うときさ、これより大きいサイズがなくって、しょうがなく、まあいいかと思って S、M を選んだんですけれども、身長170センチぐらいで、この S、M サイズね、全然問題ないと思ってるんですけれども、まあ買うときは、もしサイズが S、M ってちっちゃかったら、この部分だけ変えればいいわと思ったんですよ。で、まあ結果、別にサイズ問題なかったんでよかったんですけど、まあそういう風に変えることもできると思う。ただここだけ売ってるのを見たことはない。まあ一応こういうヨークシステムっていうことで動かせるので、だいぶ汎用性は高いとは思います。でちなみにこの裏側にもね、さっきのタグがついてます。まあだから本体と背手は別物だっていう認識のアイテムなんでしょうね。で場所が決まったら、この板を引き出して、このベルクロをね、くっつけてさ。で、さっきあったところに戻すと。まあ、この板が背中の曲線に沿うような形で作られていますので、これは戻しておいた方がいいと思います。まあ、こんな感じだよね。で、さらにさ、まあ、ベルト、紐があって、これを引っ張ることで体にフィットすることができます。で、下の方にも同じ仕様があって、これを引っ張ると、またさらに体にフィットすることができます。で、ここね、サイド。これすごいですよ。サイドにさ、ここ、パッチンボタンがついてるんだけど、これ開けると、ほら、ウエストを締め上げるベルトが出てくるんですよ。で、これね、反対側もそう。こう、開けるとさ、ウエスト用のベルトがこう出てくるんですよね。もうすごくない？この、なんかこのデザインと機能性。バイクとかさ、自転車とか乗ってたらさ、これ出ててさ、ぶら下がってるのちょっと危ない時あるんだよね。だからこれをこうやって収納できるのってすごいなと思いますね。で、このベルトを、このバックルでさ、こう繋え？はい、というわけで、ミステリーランチ 3D アサルト、もう本当にもう素晴らしい、かっこいいし、機能性十分だし、まあ、容量も入るしね。本当に素晴らしいんだけど、一つだけ問題が、このウエストのベルトのバックルがさ、両方同じのついてたんですよ。これ、使えねえじゃねえかっていう。まあ、多分こいつだけのさ、ちょっとしたミスだと思うんで、3D アサルトを買う人は特に問題はないと思います。関係者の方はもしこの動画見てらっしゃったら、よかったらこれ、送ってくれたらすごく嬉しいです。はい、というわけで、ミステリーランチの 3D アサルトクラシックを紹介させていただきました。本当にすごいいいアイテムでおすすめです。ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。おいでおいで、おいでおいで。こういった。